まこと、お前なんで呼び出されたかわかるの？テスト用紙破いたことかな？それとも、嫌いな給食床に捨てたことですか？何？そんなことしたのか？外したー！バーケツホール！今日なんかだるいし学校サボっちゃおう。おはようってあれ？そこ僕の席なんだけど。昨日席替えしたんだよ。まこと一番前だよ。終わったー。休んだ日に席替え。最悪だ。昨日休まなきゃよかった。昨日の事件マジでヤバかったよね。あれは一生忘れないわ。話についていけない。休んだ日に面白いことを起きる。課題提出明日までだけど、面倒だしやらなくていいや。課題提出しなかった人は我まで今日居残りな。まさかの居残り。やばい、寝坊した。ご飯食べなくていいや。行ってきます。はい、今から小テストします。静かになる。 お腹鳴っちゃう。朝ご飯食べてない日に限って。今から集会です。おのおの体育館に移動して。トイレ行こうっと。あれ、みんなもう行っちゃった。めっちゃ見られてる。集まりに遅れる。はい、クラスの会長決めます。誰か立候補したい人。勇気を出して。はい。めっちゃ反応薄い。みんなの反応が微妙。ドムとジョニーって漫画がさ、さくらちゃんがドムジョに話してる。話しかけようかな。どうしよう。移動教室行こう。せっかくのチャンスが。ちぎってチャンス逃す。課題のテスト範囲説明するからよく聞いとけよ。帰ったら何しよう。ゲームだな。やばい、テスト範囲どこ。テスト範囲聞き逃す。課題やらなくてもいいか。いつもみんなやってないし大丈夫でしょ。課題未提出まことだけだぞ。自分だけ未提出。やばい、たかしマジかっこいい。いつか絶対告白する。たかしくん3組の丸山さん好きらしいよ。告白しとけばよかった。好きな人に好きな人できる。やばい、今日の体育めっちゃ疲れた。喉乾いた。飲み物忘れた。体育ある日に飲み物忘れる。はい、わからないとこある人聞きに来てな。先生、ここ教えろ。聞きたいこと聞けない。さあ帰ろう。喉乾いた。自販機で飲み物？30円しかない。お金忘れる。明日保護者懇談の出欠の紙絶対提出だぞ。忘れた人はマジで取りに帰ってもらうからな。くそ、なんで忘れた。忘れ物を取りに帰る。私を管理に連れてって。高級フレンチとかじゃなくてさ、そんなにカッコつけないで。あなたとならどこまでも。